北九州市の竹内市長は稼げる街を目指そうと一般会計で過去2番目となる総額およそ6279億円の来年度予算案を発表しました。最重点は空港と若者・子ども。来年度予算案には北九州空港の機能を最大限活用するためバス増便や貨物定期便の支援などにおよそ16億円を盛り込みました。また一時的に行われていた第2子以降の保育料無償化の恒久化やアイディアを応援し形にしていく施策など若者・子どもの支援におよそ41億円を計上しました。このほか旦過市場や鳥町食堂街などで対価が続いたことを受け木造飲食店への自動消火装置設置費用の補助に900万円を確保しました。また全国で初めて若者目線で政策を考える Z 世代化を新設すると発表しました。